では、まず、穴前の玉なんですけど、僕の中で2種類あって、まず1つ目に、クッションよりも外側にある、このような玉。で、もう1つが、クッションよりも中に入っちゃってる玉。これが、僕の中で穴前の難しいポイントだと思ってます。で、順番にお話しするんですけど、クッションよりも外に出てる穴前の玉。これに関しては意外と皆さん問題なくできると思いますので、どのような考え方かお話ししたいと思います。結論から言うと、クッションより外に出てる穴前の玉っていうのは、もうレール付近の玉と変わりません。なので、まあ、ここにあって、9番に出したいよってなった時に、穴前だからって言って、まあ上からつくのがちょっと怖いってなる時あると思います。ただ、逆に言うと、これがここにあった場合ですね。別に9番に出す時って、ここからつけますよね。もうその感覚で大丈夫だと思います。ここだったら、このような形で手玉が出せる。もうそれと一緒で、穴前でもですね、クッションより外にある玉に関しては、もう同じ付け方で問題ないです。こんな感じで全然出すことができます。なので、一概に穴前って言っても、先ほどお話しした通り、どっちのパターンかでかなり変わってきます。で、そうですね。じゃあ、まあ、入れに行く角度で出すっていうのは簡単だけど、ちょっと厚み変えたい時に手玉わかんないっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、例えばですね、こういう球を、まあ、頂上でセーフティーするよってなった時に、まあ、皆さん、それなりにできると思います。もうそれと同じ感覚ですね。今のと同じ感覚で言うなら、さっきと同じ厚みに当てると手玉こうきましたよね。なので、これも同じです。こうきます。なので、まあスクラッチちょっと怖いかなとか。こんな感じで、なんでしょう。もう穴前って言ってもですね、もうクッションより出てれば、普段皆さん使ってる厚みともうほんと変わりません。なので、逆に言うとですね、これを全厚で2番をこっちにしたいっていう時に、上をつくと、まあそんなに手玉走んないですよね。それと一緒ですね。穴前も、厚く狙っちゃうと、走らないと。なので、もうこの感覚っていうのは、クッション付近にある球と思ってついてもらえば問題ないかと思います。では、次にクッションより中にある球、これについてお話ししたいと思います。正直ですね、この球めちゃくちゃ難しいです。なので、僕もあまり上手にはできないんですけど、一応基準っていうのがあるので、それをお話ししたいと思います。まず、この穴より埋まってる球がなぜ難しいかっていうと、例えばですけど、まあ、押し回転で普通の球をついた時ですね。なんで手玉が転がるかっていうと、狙った球に当たった後にですね、前に行く。この前に行く距離があるので、その後ちゃんと上がってきてくれます。で、まあクッションよりも外にある球っていうのも、まあ短いんですけど、これぐらい手玉が動く距離があるので、まあクッション入る前にですね、手玉がある程度動くことができるんですけど、クッションよりも中に入ってるとですね、もう当たった後に、もう手玉が動く距離ほとんどないんですね。もうこんなもんです。その距離で、じゃあ前に進む力を出してあげようと思っても出てこないんですよね。なので、そうですね、一番よくあるあるなのが、薄く狙っちゃったのに、
狙っちゃったのにじゃないな。薄く狙ったのにですね。全然出てこないとか。もう今、ここら辺まで上回転が残ってたの、見えてるかなと思います。なので、本当、クッションより中に入ってると思って、かなり難しいと思います。じゃあ、まあ、結論、どうやって作るかというと、こういう場合だとですね、僕は下動点を使います。下動点、引くんじゃないですね。ここ、薄めに当てた時に、下動点、このバックスピンの回転ですね。これがかかりながら当たるとですね、上回転だと当たった後にこう、こっち回転が残るんで、すぐ止まっちゃうんですけど、下回転を与えておくとですね、当たってクッション入った時に、その下回転のおかげで向こうに進む力が残ってます。なので、ちゃんと、まあ、厚めに入れるとですね、本当の下回転入っちゃって横に流れちゃうんですけど、ちゃんと厚みさえ合ってれば、こんな感じで結構ゆっくりついても全然出てきます。多分さっき転がしたスピードとあまり変わってないと思うんですけど、下動点をついてあげることによってこれだけ差が出ます。なので、クッションまでの毛玉の動く距離ですね、これによって、どれだけ動かせるかっていうのが変わってきます。ただ、で、先ほどはこの斜めからついてるんで、薄めに入れて、まあ、そのまま返してくるっていうのができたんですけど、まあ、こういう縦方向ですね。こういう方向からついた時って、どうしてもどんだけ薄く入れても手玉ってやっぱこっち来ちゃうんですね。なんで、まあ、手玉をこう、縦方向から狙うときはまた別の注意が必要だと思います。まあ僕の感覚で言うと、まあこれが右にあったり左にあったりでちょっと違ってくるんですけど、まあ縦から狙って厚み3分の1ぐらいを狙ったら大体サイドスクラッチくると思います。うん、まあこのくらいの誤差がどうしても出ますけど、まあ大体そこら辺に行くと思います。なので、僕の場合はですね、もう同じ厚みで、まあサイドスクラッチ付近に来るんだったら、少し右ひねりを加えてあげればですね、こっちに来やすくなりますと。で、その後、まあこう来るので、まあ9番に出せるよねっていう感覚で僕はついてます。はい、こんな感じですね。僕が普段狙う厚みとしては3分の1をちょっとひねったりしてます。これをですね、逆に強くついちゃうと、同じ厚みでも、そう、こんな感じになっちゃうんですね。これ何かっていうと、強くついてるので横に割れるっていう現象が起きるんですけど、まあ普段だったらですね、割れた後に前出るんで縦に返ってくるんですけど、もう横に割れた瞬間にもうクッション入っちゃうんで、そのまま横行っちゃうんですよね。なのでもう強くつくっていうのがかなりやりにくい球になります、上からつく場合は。なのでまあ最初やったように薄い球をまあゆっくりポンとついてひねりで持ってってあげるっていうのが僕の中で一番やりやすいかなと思います。ただですね、もう本当フリーボールだよってなるんだったら、もう僕はこっからつきます。もうこれでいいと思います。はい、一番わかりやすい。ちょっと今、厚み厚かったんですけど、もう、だいぶ再現性は取りやすいと思います。ここから、こうですね。ちょっと僕のテーブルクッションつまみやすいんで、まあ上に出ちゃいますけど、普通のテーブルだったら、これで、まあずっと同じとこ行くと思います。なのでもしフリーボール穴前でなったっていう場合は、まあ手玉が向かう方につけるような手玉の位置ですね、置けるといいかなって思います。まあ正直穴前の球って本当球ちょっと違うだけで全然ラインが変わってきますので、どうしても練習するしかないと思います。
ただ、まあ、この球は意外とできるんだなっていうのが、まあ、今日の動画で何か知れることがあればですね、まあ、そこを省いてですね、他のことが練習できるので、それでいいかなと思います。はい。今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。